作ろうかな。斜め振りスイングっていうのが、このようにアッパースイングとかレベルスイングとかってないから、ここにいるでしょ、こうやってこうやってこれアッパーとか言うじゃない、多いだから肉が見たら人間の差が出ると思うので、どうもアメージングのミノルマンです。はい、本日もやっていきましょう。今回ですね、縦振りとか横振りとかってあるじゃないですか。これを新しいのちょっとね作ろうかなと。第1回は斜め振り、もうこれ初めて聞いた、初めて聞きましたよね、うん、斜め振りスイングっていうのがむっちゃ大切なんですよ。これの、まあ、大切な要素、練習用と試合用を一緒にしてる人ってバッティングってもう攻撃の波めっちゃ激しいんですよ。練習は練習、試合は試合って言ってここ分けながら、よく一緒にしてる人 いるじゃないですか。これ基本的に分けた方がいいんですよ、練習と試合って。なので、まあ、そこのなんでこう分けた方がいいかっていうのもちょっとお伝えしようと思うんで、つま先使ってやっていくんで、はい、ぜひ最後まで見てください。お願いします。はい、ではやっていきます。まず普通に振るときに一般的な振り方って、まあ、こう振るんですよ、こうやって。この動作って、まあ、どういう動作になってるかって言ったら、横に移動するわけですね、まあ、横の回転。人間って365日絶対感覚変わるんですよ。だからこうやって横にこう振ってたら、死なんうちにアウトコースがなったり、いろんな要素が含まれる。そうならないためにはスイングの時にどういう風な意識でスイングすればいいかっていうのを、友達の登場ですよ、ここで。噂の友達、噂の発売した瞬間めちゃくちゃ売れましたからね、これ。ありがとうございます。かかとこう乗しますよね。乗せるってことは浮いてるってことね。股関節の可動域に制限かけられるわけですよ。足の使い方ってそれだけでいいんですよ。足をこう回せ、ああ回せっていらんのですよ、正直。そんなん言うてもわからんから、自然にそれができるのが理想。こうやってかかと乗しますよね。乗してこのまま横に振ったらめっちゃ振りにくいね、これ。バッティングって大体開く人ってほとんどかかとに重心がグッて入るから横に振っちゃう。じゃあそれを改善しようと思ったら、横に振るんじゃなくてね、まっすぐこうしますよね。でこの斜めに行きます。この軌道です。この軌道でバッてこうちょっと斜めに振っちゃいますね。斜め。斜めですよね。でも実際ボールって自分の目線よりも下に来るわけ。下に来るボールに長くラインに入れようと思ったら、横に来たらこっちの方が長いでしょ。だこれを縦振りという人も多い。縦振りと斜め振りの違いわからん。縦振りはよく大げさにすんねん、こういう風に。ああね、こうやって。もちろんこれもいいんですよ、いいんやけども、縦振りで気をつけないといけないのは手下がるんですよ、こうやって浮くんすよ、このヘッドが。こうやってこう振っちゃう傾向の、こうやってゴルフみたい。これを大事なのはもう斜めに振る、そう、これが一番この股関節のここの乗せ替えが一番スムーズになるんですよ。これね、横にこうやって振ったら乗せ替えできないんですよ。でもちょっと前傾なんで斜めに振ったらめっちゃ乗せ替えできてる。こういう風に素振りでつま立ち降りてもブラがダメなんですよ。だから開くとか開かないとかそういうのじゃなくて、もうそもそもバッティングって基本的には開くもんや、ね、できるだけ開かない意識で振ろうと思ったら、横じゃなくて、ね、こう斜めに振っとかなダメなんですよ、こうやって。これをみんな覚えとかなくて、だから実際前から来たボールも斜めって言ってもトップつくじゃないですか。バットをこうやって出していった時に、これ斜めですよね。バットってどう出てるか分かります？どう出てるバット、下からか上からか、どう出てる？上から出てんねん。そう、このようにアッパースイングとかレベルスイングとかってないから、全員ダウンなんですよ。でも分かってない指導者はここ見るでしょ、こうやって、こうやって、でこれアッパーとか言いますね、多いと、って上から下にこう入ってきてる時点でダウンなんですよ。
だからダウンで斜めに振りに行った時にあかんのがね、こうはダメですよ、こうはこっちで、このヘッドが、まあ、いわゆる逆方向に掘り投げるイメージで振ると体の開きって全然違うと思います。これと全然違うと思います。だからこれ見比べたら運転の差出てると思うので、前から来たボールもそういう意識で振りに行く。じゃあこれって一見フライになりそうと思われがちやけど、ライナー振れるんだよ。はい、今のいいレース、悪いレーンいきます。これ悪いレーン。はい、違い、わかりました。横に振るってことはやっぱりこの体の横の回転の要素が強くなるから、やっぱりどうしても腹切りとか切っちゃうスイングになる。でも斜めってバットを斜めの軌道を入れていくんで前に長いんですよ。こうやったらここにこうやってアプローチしに行くのも悪くはないんですけど、まあそうやってアプローチしていく人もいるけども、それが得意な人ってそこのゾーンでちゃんと勝負できる人なんですよ。でも引っ掛けたりとか、まあ、そんなのもちろん多いんですけど、この斜め軌道ってボール来て斜めに入っていくってなったら、こっからめっちゃ前長なんですよ。前長く行くんですよ。調整としてよくあるのが、まあ、こうやって横にポジションもちろんいます。で、僕とかはこう試合の時は絶対斜めにこう入れていく意識を持ってるんですよ。でもその時に気をつけるのが、手が下がる傾向がたまに出るんですよね。この斜め振りってちょっと手が下がっちゃう傾向がある。だからその時はこうやってわざと手を横にして手をもう最短で出すっていう意識は常に持ってます。だそこの使い分けはめっちゃ大事。でも大事なのは必ず斜めに振っていく意識は持っとく。じゃないとかかとに負荷がグッてかかりすぎたら、こうやって絶対腹切りみたいになるから。で、なんでそうなるかって言ったら、ピッチャーってインコースもアウトコースも掘ってくるから、カーブ掘ってきたり、いろいろチェンジアップ掘ったりとか、いろいろ心理的にいろんな要素が入るんで、かかと体重にもなりやすくなる。で、大事なのは前体重になって斜めに入れていく。これめっちゃ大事なんで、ぜひ皆さん覚えておいてください。よろしいですか。はい、よろしいです。 何スイングですか、やめさん。斜めスイング。はい、ありがとうございます。ということで本日以上です。ありがとうございました。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギアも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。